動画ダイエットです。でん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 。これ根強いブームですよね。最近です。ここ本当に最近、ここ半年1年ぐらいずっとブームが続いてます。手軽なんでしょうね。それから最後はもうダメだったら生姜スティックを絞ってそれをお湯で溶いて飲んでもいいですよみたいな感じです。なんでこれがこんなにブームが続いてるかというと、この部分痩せという今までにないキーワードで、こう二の腕とか太ももとかなんか部分痩せに効きますよっていうのに惹かれて流行ってます。効きますかね。ただ考え方として、体を温める、女性向きかもしれません。冷えた体、冷え性の体を体質改善するという意味では、ダイエットティー、お茶の部類の一つとしてこう温かくするため、冬の時期なんかは特にいいんではないでしょうか。ブームの引っ張り、ずっといつまでも引っ張ってってる原因っていうのは、やっぱりこう部分痩せというキーワード、部分が痩せますよっていうキーワードだったように思うんですけど、ちょっとそれでそれっていうのは、二の腕は二の腕が痩せるストレッチをしてくださいなんて思います。ただ体を温める、代謝を上げるという意味では漢方的にもとても良いことなので、ダイエットにもつながります。そういう意味では生姜を取ってあげる、体を温める、部分痩せではなくて体を温める、低体温を改善するという意味ではとてもいいんではないかなというふうに、そういう意味でやってほしいなと思います。